君からの驚きは尽きることがないな。望んでそうしているわけじゃない。失敬した。だが私としてはまだ確かめたいことが山ほどある。今のところ新たな情報は新たな謎を浮かび上がらせるばかりで、真相は一向に見えてこない。君の力の由来は分かったが、なぜダナである君と今のレナの王の紋章が同じなのだ。君がダナであることには何かしらの意味があったようだが、それに巫女だ。王の対というからにはこれもまた何か力を持つのだろうが、そのような存在を私は聞いたことがない。つまるところ300年前と今とで王とは同じものを指しているのか、それとも違うのか。私はレナとしては異端かもしれないが、それでもレナの社会で生まれ育ち、周囲と同じ事実を信じて生きてきた。それが急速に崩れていくのを感じている。なら、もう一つ思い出したことがある。奨励の儀の場にはレナス・アルマがあった。確かか。そう呼ばれるものに俺は触れた。あんたが言うのと同じものかはわからないが。私も実物を見たことはない。しかし君は鋭ぶりがを経ておらず、レナ人ですらない。300年の間に何があったのだ。300年経ったというのは間違いないんだな。記録からの推測でしかないがね。とはいえ符合する事実は多い。俺は何者なんだろう。率直に言わせてもらえば、この際そこはあまり重要ではあるまい。それが何を意味しているのかに比べれば。手厳しいな。個人の干渉に割いている余裕はお互いないものと思うが、死なせた数で張り合うつもりもないが、君とてまだすべきことはあるはずだ。あんたなりの気遣いと思っておくよ。邪魔したな。礼なら不要だ。君が早く立ち直ってくれれば、それだけ早く出立できるのだからな。何を見張っているんだ。はぐれズーグルだ。私たちがここに来るとき、不用意に縄張りを通ったせいで刺激してしまったらしい。それで気持ちの整理はついたのか。シオンは助けたい。だがその後。そういえばお前はどうやってレネギスから戻ってきたのだ。レナの星船だ。ネビリが乗せてくれたんだ。彼女は？彼女も一緒に降りてきたのか。彼女は残った。俺がダナに帰りたかったように、ネビリもレネギスの同胞が大切だったんだ。巫女にされてなお、無理やり力と役割を与えられた者同士、俺たちの間にはある種の絆があった。それなのに。待て、レネギスの者たちはお前をさらっただけでなく、同じレナ人のネビリにも無理強いしたのか。そうなるだろうな。レナ人にも上下はある。彼女は拒めなかったんだと思う。それでも彼女は同胞のために務めを果たそうとしていた。なのにその同胞を死なせた俺を、彼女はダナに逃がしてくれたんだ。ネビリは生き残った仲間のためにレナギスに残った。俺は彼女に返しきれない借りがある。それも300年だって。どうやって償えばいいんだ。本音を言えば、過去に対して償うことなんて誰にもできないと思う。昨日のことだろうと、何百年も前のことだろうと。しかし、なら俺はもう。罪のない者だけが戦う資格があるのか。兄さんが死んだ時、お前は私にまだその夢が生きていると言った。あの人、ティオ・ハリムが理想を否定した時もだ。それでも進まなければならないと私は言われたのだと思った。俺はあんたにひどいことを求めたんだな。
それは違う。あの時お前の言葉がなければ私はここにはいなかっただろう。前に進むにしてももっと時間がかかっていたはずだ。それにお前が人々を殺めたのは自分の意思ではなかったのだろう。本当に悪いのはお前をさらったやつら、お前に力の行使を強いたやつらだ。それでも罪と感じるというならそれはお前の中にある善の現れだ。いいか、私に戦う資格があるというならお前にもある。それでも納得できないなら自分が何のために戦ってきたのか、それを見つめ直してみろ。何のためにか。アルフェンが辛そうにしてたの、シオンと痛みのせいだけじゃなかったんだね。アルフェンも一人ぼっちだったんだ。それは皆似たようなもんだろう。でもアルフェンは今になって知ったんでしょ。あ、思い出しただっけ。正直自分が記憶をなくしていることすら忘れかけていた。それなのに戻った途端このありさまだ。我ながら情けなくなる。おかしな気分だ。俺にとってレネギスにいたのはほんの 1,2 年前のことなんだ。なのに同時にそれは大昔のことだとくる。元の故郷は残ってないの？どうかな。レナの侵略でダナ中が様変わりしている。たとえ残っていたとしても誰もいるはずない。家族、知り合い、俺の知る人間はな。私と同じだね。私ももう故郷はないし家族もいない。何度も思ったよ、魔法使いの血なんかなかったらよかったのに。そうすれば父さんと母さんも死なずに済んだのにって。でももしそうだったら私はきっと今頃戦うこともできないただの奴隷で、アルフェンたちと出会うこともなかったと思う。自分の力を受け入れられたのか。ううん、前ほど嫌いじゃなくなったってだけ。今はないと困るしあまり考えずに済んでるけど、先のことはわからない。だからアルフェンだってすぐに納得なんてできないと思う。辛くて当たり前だと思う。過去のこと、王のこと、全部自分が望まない力のせいで辛い思いして、私もアルフェンもシオンも。ああ、目の前のいろんなものが見えてなかったんだな。俺は今になってリンウェルやシオンの辛さが分かった気がする。しょうがないよ。でもそれならさ、早くシオンを助けてあげよう。一人だけ一人ぼっちのままなんだから。あ、そうだな。アルフェン、まだシオンを助けに行かないのか。なんだよ、心配じゃないのかよ。俺にその資格があると思うか。俺がアルフェンならこう言うぜ。お前はどうしたいんだって。そうだな。
偉そうなことを言ってすまなかった。おい、よしてくれよ。そんなあんた見たくない。そりゃいきなり故郷だの知り合いだのが全部なくなったって分かったんだ。落ち込むのは無理ないさ。それにやらかしたのを抱える気分だって少しは分かるけど、シオンのことはそれとは関係ないだろ。ああ、ネウリーって人が気になるのか。あんたが生きてるんだ。もしかしたら彼女だって。分かったよ。でもだったらシオンはどうするんだ。俺は一度力に飲まれた。あの燃え盛る光景、また繰り返すかもしれない。シオンやお前を同じ目に合わせない保証はない。俺を王の力で焼くかもしれないって上等じゃねえか。しっかりしてくれよ。親父が死んだ時あんたに声をかけられて俺がどれだけ救われたと思ってるんだ。俺はあんたについていくって決めたんだ。そのあんたがふらついてちゃ困るんだよ。ロウ、あんたが正気をなくすようなことがあったら俺が全力でぶん殴って目を覚まさせてやる。だから頼むよ、本音を聞かせてくれ。シオンを助けたいのか助けたくないのか、どっちなんだアルフェ。助けたいさ、今すぐにでも。そうでないわけないだろう。ならそれでいいじゃねえか。多分お前が正しいんだろうな、アルフェ。お前の言う通り、俺の過去がどうだろうとシオンのこととは関係ない。ただあまりにたくさんのことが無様だな。無様上等。別に英雄気取りたいわけじゃなかっただろ。ああそうだったな。もう少しだけ時間をくれ。ありがとうロ。いいって、俺はあんたを信じてる。それだけさ。宿に戻るか。アルフェ、そこにいたのかよ。何かあったのか。ズーグルだ、村の近くまで来てる。このままだと村に入り込む。縄張りを荒らした私たちのせいだ。それはまずいな。戦えるか、なんならここで待っていてもいいぞ。うん、無理はしない方がいいよ。みんな、しなきゃな。アルフェン、行けるのか。行くさ。ここで行かなくてどうする。そうだろ、アルフェン。ああ、その通りだ。行こうぜ。
グズグズしていると村に入り込まれるぞ。ああ、急ごう。痛みだって。みんなも同じなんだ。俺だけ引くわけにはいかない。来るぞ。行くぞ。一匹でも通すわけにはいかない。村には近づかせるものか。そうでなきゃな。やろうぜアルフェン。くらえ、当たれ。今日は遠慮だ。山もあったら重装だ。来たよ。おいぞ。重装ライカ。早手の前にやらせるか。くらえ。終わりだ。行けるよ。終わりだ。デューハイム。ソーハ。中央地。大丈夫か、アルフェン。ああ、本当に嫌になる痛さだ。でもまだ生きてるぜ。好んで傷を負う者などいないからな。だから皆鍛錬を積んで腕を磨くんだ。どうやらたっぷり磨く必要がありそうだ。何にせよ世話になった村を守れてよかったぜ。ああ、この村私の故郷に似てる。見つからないように怯えて隠れて息を潜めて、でも結局は滅ぼされた。繰り返させない。では行く気になったのだな。ああ、まだ戻った記憶の全てを受け止められたとは言わない。だが分かったこともある。俺は俺の支配者たちへの怒り、その根底には俺自身が全てを奪われたことがあったんだ。友も家族も故郷も何もかも失った。残るは罪だけ。俺は一人だ、そう思っていた。でもそうじゃない。俺にはまだ仲間がいる。この時代に出会った人たちがいる。俺を支え必要としてくれる人たちが。その絆を守りたい。二度と失いたくない。だから俺は戦い続ける。でもまずはシオンだよ。もちろんだ。助けだし、その上でボルランを倒してダナを解放する。みんな力を貸してくれ。いつでもいいぜ。元より依存はない。ならば目指すはガナス・ハロスの主婦ペレギオンだ。村人の話ではペレギオンとこの辺りは巨大な断崖で分断されている。だが道はあるそうだ。わかった、出発しよう。この先何があるかわからん。準備は万全にな。腹が減ってちゃ戦はできねえもんな。わかった、宿場に寄ってくなり。そういえばマハバルはどうしたんだ。まさか見つかってないのか。探しはしたんだ、海岸の行けるところまで。
だけど他の船員さんも私たちも全員いた。ただマハバルだけが見つからなかったんだ。そんな、彼一人がまだ船と共にあるのかもしれん。海の底でか。クソ。とも限る前、我々が皆同じ浜辺に打ち上げられたのに、船の方は破片一つ見当たらなかった。どこかで生き延びているかもしれないと。可能性の話だがね。いずれにせよ、海の上であれ下であれ、今の我々に探す術はない。進むしかなかろう。わかった。ティスビムはスルドの支配から逃げてきたダナ人たちが作った村なんだったな。初めて来た時、ティオハリムがいるのによく受け入れてもらえたな。ティオハリムだけじゃないぜ。最初は俺たち全員警戒されまくったんだ。同じダナ人なのにか。追っ手に怯えるあまりか、よそ者は全部危険とみなす癖が染みついているらしくてな。それでよく信用してもらえたな。どうやって説得したんだ。ひどく貧しい村だからな。食料の調達を兼ねてズーグルを少々買ってやったんだ。魔法でこんがり調理するおまけ付きでね。人間、腹が満たされると気分も落ち着く。やはり食事の力は偉大だな。シオンを助けに行くことに迷いがあるのか。そんなことない。シオンは仲間だもん。私が憎んでいたのはアウメドラ。あいつが私にとってレナの象徴だった。でももう種族でくくるのはおかしいって。シオンとあの女は違うって思うから。そうか。ただアウメドラのことは別。私は殺さないって決めたのに、勝手に殺されて、ざまあ見ろって思った私がいて、なんで勝手に殺されてるのって思う私もいる。でもじゃあ私が殺したかったのかと考えたら違うし、だからって生きてて欲しかったのかっていうと、ぐちゃぐちゃなんだ。どう受け止めればいいのかわからない。そのままで良いのではないか。え？お前は何も間違ってなどいない。信じていたものが崩れた時、混乱するのは当然だ。お前は憎しみに任せてアウメドラを殺さなかった。きっとそこにこそ意味があるのだと思う。今は時間をかけてそれについて考える時なのではないか。考える？あくまで私の考えだがな。私もまだ模索中の身だ。そっか。うん、私も模索してみるよ。ありがとう、キサラ。どうした。畜生。おう、なんだと。はて。ああ、やったぜ。やつらに釣りの作法というものを叩き込んでやろう。なかなかに無茶を言うな。今日の晩飯は魚か。ほら、
みたい。傷はないな。暑いな。ああ、同じ暑さでもカラグリはもっと乾いてたのに、ベタベタして気持ち悪いや。おまけに蒸れるし、虫も多いし。大丈夫？フルル。フルル。確かに。ただ歩いているだけで体力が奪われていくようだ。木が生い茂っているせいで見通しも効かない。みんな。隊長と敵の両方に気をつけろ。こういう時はさらに熱い風呂にでも入ってさっぱりするに限るな。どこにあるんだよそんなもん。アルフェンはあまり辛そうじゃないね、そんな格好してるのに。ああ、今まであまり感覚がなかったせいか、この暑さもどこか新鮮な感じがするんだ。それせっかく感覚戻っても結局倒れるんじゃ。本気で行くよ。楽にはいかなそうだな。止める。出だせろ。炎症が炎症と脳震避けてよ。あの突進致命傷になりかねない。それを防ぐのが私の役目です。止められるよ。魔人剣ポーラ。よし、サンダーブレード。これでみんなの力になれるかな。
は覚悟した方が良さそうだ。叩き捨てる。来ないのか。なるほど。あれ。魔人剣ストーガー。こういう連打だ。この手で。あっちを止める。このまま止める。あれ。魔人剣ストーガー。こういう連打だ。行けぞ。やった。動きを止める。息の根止める。よし。盾も鎧も傷はないな。いい風が吹いているな。いい感じの大きさだな。あんな竿一本で、不思議なもんだ。あれが倒すべき相手か。嫌な予感。気をつけて。任せとバラバラにしてやる。人間ストーガー。あがくがいい。どうなったらあんな腕に。どこだ。終わりだ。俺に任せてくれ。叩き捨てる。どうやれ。刀流レンガザン。決めてやる。仕留めるぞ。ロー重装ライブ。みんなまだいけそうか。ああ問題ないぞ。しかしまた鬱蒼としてんなこりゃ。うん、何もかも植物が飲み込もうとしてるみたい。私はメナンシアの森の方が好きだ。同感ですが、今お国島。あ、しないでください。やばそうだぜ。本当になんのか。止められたか。何やらせないよ。仕留めるぞ。重装ライブ。暗算照らす聖なる極め時。こっちは私が止めるよ。お願い。さあこっち。ハンマー。どこだ。動きを封じてやろう。逃げてやる。そこまでだ。グレー、これは行くぞ。ロー、ソロ、エンまだまだ鍛えねえとな。みなぎってくる。
題なさそうな相手だな。魔人剣ストーリー流星人ドクロスエア恐竜レンガと終わりだ。魔人剣ストーリーやれるぞ。やっと当たれ。魔人剣ストーラー。はい、当たれ。はあ。嫌いな。超遠慮だ。魔人剣ストーラー。よそ。まとめて片付け。はあ。成功。拡大兵器。私の全力だ。耐えられる。はずもない。これは？鎧も傷はないな。よりも動けそうだ。ちょっと牧場の様子を見ねえか。
まだまだ知らない生き物がいるな。敵のことを書いているのか。うん、観察してみると結構面白いんだ。リンウェル、ちょっと話そう。最近フルルの飛ぶ訓練をしてないみたいだけど、いいのか。うん、キサラについてって魚を取ったり自分で調整してるみたいだから平気かなって。フルルなりに手伝っているつもりなのかもしれないな。そうかも。いつの間にかフルルもみんなのこと仲間だって思うようになったみたい。リンウェルもそれでいいと思ってるんだな。うん、フルルがいて、みんながいて、それが当たり前って感じ。それぞれ補い合いながら、お互い大切に思っている。ある意味、家族みたいなものかもしれないな。家族か。じゃあさ、アルフェンがお父さんかな。そんなに老けてるか。え、不満？じゃあ、お兄ちゃん。シオンがお姉ちゃんで、キサラがお母さん。なら父親はティオハリムか。ティオハリムはお父さんって感じじゃないんだよね。おじいちゃんかな。枯れてるし時々説教臭いし。あとローは、弟はフルルがいるし、お父さんのわけないし。難しいな。あ、飼い犬？犬？犬は家族に入るのか？もちろん、フクロウだって家族になれるんだよ。でも、そう考えると今の状態って楽しいね。補助体だけどな。そこがいいんだよ。これ以上、危ないことなんかしないで、このままみんなで、ただ旅を続けられたらいいのに。リンウェル？あ、なんでもない。やっぱり私、フルルの訓練に行ってくるね。フルル、何かあったら呼んでね。もうちょっと寝たい。よし。ん？そんな。おう。ティオハリム。ではティオハリム、私は今が旬の釣り場を調べておきます。うん、そうか。釣り具は用意しておきますので。
は焼きます。刺身にします。そのあたりは任せ。やるしかない。バラバラにしてやる。食らいな。助かる。どうだ。連絡が炎症が。魔人剣ソーラー。ソーラー炎症が。あの止められたか。致命傷になりかねない。それを防ぐのが私の役目です。仕留めるぞ。姫様へ。ロンド旋風の番だ。レンガだ。任せたまえ。決めてやる。魔人剣ソーラー。ここら辺に任せてくれ。これだね。これは温存。みんなまだいけそうか。ああ問題ないぞ。全力でいくぞ。叩き潰す。仕掛けろ。どこだ。決めてやる。仕留めるぞ。変だな。マジンこっちの番だ。やらせろ。やらせないよ。やめるな。はい打ち止め。マジン剣ソーラ。万物コラコラ。攻める。準備完了。ライジン剣ソーラ。超連打。マジン剣ソーラ。やってるぞ。ぶっ潰してやる。陣内漏洩かけ。必殺の一撃決まったぜ。楽をさせてもらった。
決めてやる。ここだ。打ち込む。マジ急速。決めてやる。この中に超連打弾。切り裂け。交流レッド。硬いやつを待たせる。決めてやる。これでみんなの力に。なれるかな。どうしたんだ。断崖は相当な難所らしい。ここらで一度休んだ方がいいと思う。でもシオンは待ってるんだよ。だからこそだ。え？断崖とやらがどれほどのものだろうと、我々の真の脅威はその先のボルラーンだ。ここで焦って消耗はできない。ましてや怪我は論外。そういうことだな。はい。それにアルフェもまだ本調子ではありません。俺なら大丈夫だ。そうか。なら私が休みたい。それなら文句ないな。わかったよ。なあ、今更だけどさ、アルフェンってどうやって300年も生きてるんだ。わからない。レネギスを離れてからカラグリアで気がつくまでのことは今も思い出せないんだ。まだ戻ってない記憶があったのか。一部の星船には眠ることで死を遠ざける装置があると聞く。本来は怪我や病に対する治療を得るまでの一時的なもののはずだが。それで300年眠り続けてたっていうのか。なんでそんなことに。君を逃がしたネウェリがそうした可能性は。どういう意味だ。レナである彼女なら君より星船の操作を理解していたのではないか。彼女がわざと俺を300年眠らせたとも言いたいのか。ティオハリム、それは。言葉が足りなかったようだ。ただ私は気になっている。シオンとミコ・ネウィリ、誰かが300年前の誰かの血を引くのは当然のことだ。だがその両方が同じ人物、つまり君に関わっている。これは偶然なのか。俺に聞かれたってわかるはずないだろ。いずれにせよ、ネウィリがそうしたというのでないなら何か手違いがあったのだろう。複雑な機械は往々にして故障を起こすものだ。誤解を招いたのは謝罪しよう。ねえ、思ったんだけどさ、アルフェンの仮面って心を抑えたりするものだったんだよね。それって眠ってる間ずっと被ってたんだよね。そうなるだろうな。300年間ずっと。ねえアルフェン、もしかしたらそれが。アルフェンの記憶がなかった理由か。そして最も強く心に残っていた光景だけが夢として現れた。なるほど、筋は通っている。痛みが戻ったのも仮面が取れたことと関係あるのでしょうか。あり得るな。
詳しいことはわからないが、精神への影響が肉体にも現れたのかもしれん。どうなってすまなかった。おかげで自分の謎が一つ、いや、二つか、解けた。気にするな。私はどうやら空気を読むということが下手らしい。自分でそれを言うとことかな。シオン、無事でいてくれ。焦る気持ちはわかるが、休むときは休まないとダメだぞ。そうだよ、いざって時に力出ないよ。そうだな、ありがとう。うん、絶対にシオン助けようね。うん、見た目も味もバッチリだ。私は一人。行こう、シオンが待ってる。リンウェルってさ、戦闘中によくブツブツ言ってるけど、あれって何言ってるんだ？なんで？気になる？あ、気になるっていうか、結構乱暴なこと言ったりもしてるし、日頃の鬱憤を呪文にしてるのかなって。親父のバカ野郎って叫んで気合い入れるとか、そんな感じか？ないよそんな栄称。あれはその、なんとなく相手の雰囲気に合わせて言ってるだけで。相手？あ、だからその魔法の属性の精霊力っていうか。精霊力？お前、精霊力とは話できんのかよ。そういうわけじゃないんだけど、言葉に感情を乗せるとうまく働きやすいから。ああ、なあ、精霊力と会話できるんなら、明日の天気とかお宝が埋まってる場所とか聞けるんじゃね？ちょっと本気で信じてないでしょ。悪いやつがいる場所に雷を落としたりとかさ。天雷の裁き、サンダーブレード！あっぶね！何すんだよ！うるさい奴がいるところに雷を落としました。やっぱただこのままってのはダメだよな。何が？なんだよ、リンウェルか。私じゃ何かまずいわけ？いや、そういうわけじゃねえけどよ。ただ考え事してたから。珍しいんだ。茶化すなよ、真面目な話だ。あ、ごめん。俺さ、シスロディアでガナベルトのために働いてただろ。うん、目の前で蛇の目に仲間を殺されたせいだったよね。ああ、前は寝ると夢に見てうなされたりしてたんだけど、最近あまり見なくなってきてさ。よかったじゃない。何がダメなの？あれは俺のやらかしの一部なんだ。だから忘れちゃダメな気がして。夢に見なくなったから忘れてきたってこと？なんで？どうしてそう思うの？なんでって、俺頭悪いし。思い出せなくなったわけじゃないんでしょ？そりゃそうだけど。だったらそれって忘れたんじゃなくて、受け止められるようになったっ
ってことじゃないのかな。受け止め、アルフェンみたいに。そうなのか。うん、そう思う。ローはすごいね。え、私はまだうまく受け止められてないから。自分のこと。リンウェル、ここなら2滝できそうだな。